お疲れ様です。よしお PC です。エイブルトンライブの、これはスイーツ以上のユーザーというか、スイーツ以上に含まれるマックス4ライブの中のプロバビリティパックを今回ちょっと使って、曲を作るまではいかないんですけど、他のテクノ楽曲とか、エレクトロな雰囲気の曲とか、シンセとか、そういうフレーズに合わせる基礎ビートみたいなのを最近作るのが、すごい好きなので、それをやろうかなと思ってます。はい、まずそもそも MAX4 Live のパック、ここのところに入ってるんですけど、これはスイーツではなくてもパックが使えるものはパックここに入ってて、1つ目これを右に入れます。ビート基礎部分も全部これにちょっと任せてみようかなと思って、ちょっとじゃあ再生してみます。128、130、ちょっとこういう感じで歪んだ感じにしましょうか。とりあえずこれでいいかな。で、このプロバビリティパックの中にはドラムだけではなくてですね、サウンド、ベース、ちょっとこの雰囲気のいいパッドのアルペジオみたいな、こいつを鳴らしてみます。なるほど。で、これ今押してる間だけ鳴ってるんですけど、ここのホールドボタンで固定しちゃいます。オクターブはここで。ゲートですね。で、やっぱりここで音色作る。ちょっとリバーブ強いかな。個人的にはこのぐらいの方が。じゃあ合わせて聞いてみます。細かすぎるかな。じゃあこれにピアノの、まとめて聞きます。キーは C マイナー、スケールマイナー、
なんかいまいちだな。ドリアンスケート。これベロシティがありますね。まあレングスはこんなもんでいいかな。なんかドラムのちょっとハイが気になるな。この EQ3 で、ドラムのハイを削りました。この最後に入れた高音のリード部分、逆に今度これの低音切って、やや右から、であとはドラムの、まあ音そのもののパンですよね。この辺をちょっと調整していきます。このキックの音が、気になるな。ちょっと削りすぎか。あとこう、の音を少し変更しました。戻します。はい、そしたらちょっとオーディオトラックを立ち上げて、今回はこの3つのトラック全部をオーディオ化します。アームボタンを設定して、僕の声とかが入るとあれなんで一回マイク切ります。
はい。そしたら、まあ、ちょっと今回はこの3つはもうトラックフリーズします。フリーズしてこの辺にひょいひょいひょい置いときます。でこの3つを足したこのビート、これが1個目、これが2個目、これが3、4、5、ここの範囲区切ったのはある程度これで展開を分けたっていう感じですね。これをちょっと同時に鳴らしていきたいなと思います。まずいきます。やっぱ存在感ありますね、このそうしたら今作ったこの部分、オーディオエフェクトをとオーバードライブ入れたらどうなるかな。これ鳴らしてみます。ほうほう。あとコンプレッサーかけときますか。オーバードライブとコンプレッサーを TB303 に挿しました。この状態で聞いてみます。オーディオをここからのにして、こいつをいじりながら、ここにレコーディングします。はい、じゃあちょっと合わせて聞いてみます。はい、じゃあちょっとこれをね、こっちの方に録音していきたいと思います。ちょっとじゃあ聞いてみたいと思います。
ちょうどここで1分半ぐらいに収まるんで、まあこことここは消して、うん、ここまでで1分になるんで、まあこれをまあ何やりかんやりもうちょっと修正していこうかなと思います。まあ今回はちょっとプロバビリティパック使って、あとは TB303 を一緒に鳴らして、こういうなんか無機質なループを作ってみるっていう感じの動画だったんですけど、まあこんなような感じでいくと、だいたい1分半ぐらいのこういう BGM とかっていうのは割と作ってて楽しいというか、なんていうのかな、もちろん全部をしっかり打ち込んでいくっていう面白さもあるんですけど、こういうプラグインが偶然的になる部分をこう切り取って切り取って作っていく、合わせていく、でまあこの後ミックス音量調整してミックスダウンとかにするんですけど、まあやっぱりそういうのって結構面白いなと思ったりもします。他にもね、エイブルトンってこういうパックものですごい面白いものとか優れたものも多いんで、そういうのも今後紹介していけたらなと思います。今回はちょっと作業の一部分だけなんとなく撮影してみましたけど、またこんなような動画も作っていきますので、もしよかったらチャンネル登録とかしてもらって、コメントとかいただけると嬉しいです。じゃあ今回もご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。